ちらのもう一点あの話題がありまして、本日の報道でですね、あのペットなどの多頭飼育に関してあの民間で受け入れる場合は費用負担を定めるということで一応報道がありました。あの詳しくは報告でと思いますが、次の方で発されていらっしゃればその狙いについてお伺いしたいと思います。あの多頭飼育で多頭飼育崩壊になった時の対応を区として積極的に取り組んでいきたいと思います。寝屋川の事件もありました。ここでの経験も踏まえて、やはりあのワンちゃん、猫ちゃん、この多頭飼育になった時の、そしてそれが崩壊した時に行政が素早く介入できる方法、これを取っておきます。そのためにあの予算も計上する予定です。あのこれ非常に多い多頭飼育でそれが崩壊した場合には、もちろんこれは動物愛護センターで、一部、その病気のワンちゃん猫ちゃんを管理することができるんですけど、数が多いとやっぱ一気にというのはなかなか難しい環境にもなります。なのでそういった時にはやはりその民間のこの動物愛護活動されている皆さんと事前に協力関係に基づく対応を取るということが非常に重要です。でそのためにやはり費用もかかりますから、あの一定の費用を大阪府が負担をして、一時的にでもやはりその多頭飼育多頭崩壊の状態になっている動物をですね、とにかく安全にまず確保をする、安全な場所に確保をする、そのために協力してもらえるその民間の事業者とある程度そこは最初から準備をしておいて、そしてそこに当然費用もかかりますから、その費用を大阪府で負担することによって、何とかその多頭飼育崩壊になったのが確認されれば、もちろんそれを防ぐのは大事なんですけども、その場合いざそういう場合が起きた時に適切に動物を犬猫を安全に管理できるその環境を整えます。まあ、そのために必要な費用を計上して、そして制度化するということです。そしてあのやはりあのここが一番問題になってくるのは、その所有者の同意が得られない場合どうするかっていうのが非常にあの問題です。とりわけこの所有者が法違反をしている場合が当然ありますから、そういう場合っていうのは逮捕されている事案もある。今回の寝屋川の事案でもそういうことになりましたから、まあ、そういった時にでも所有者の同意がないと、その一時的にでも動物の安全を確保できないというのは僕は間違っていると思います。ですのでここについてやはり法改正をして、その所有者が動物愛護法違反で等で逮捕されてなかなか同意が難しい時には、ある意味行政が主体的に同意がなくとも動物の一時保管をすることができる、そういった制度を法制度に変えていくべきだと思います。ここは国に対して同時に要望をしてますけれども、変えてもらいたいと思います。あのワンちゃん猫ちゃんがまさに家族の一員になって、いろんなところで、なんていうんですかね、まさに家族の一員になっているわけですけれども、その一方でやはりその動物の福祉の発展からひどい状態行為を行う、そういった事業者には我々は厳しく対応していきますし、その中でもちろんそういったことが起きないのが一番いいんですけど、もしそういった場合が起きたときに適切に対応できるような体制を整えたいと思います。